イグニスの料理うまかったな。何度目だい、そんなこと。プロンプトだっけ？何、辛気臭い顔してんの？テネブライで王子たちに会ったよ。あんたのことすごい心配してた。王子のとこに帰りなよ。大事なものを奪う側の人間だったんだ。もうみんなに合わせる顔なんてない。一緒に旅してたくせに王子がどんな人間か分かってないんだね。私やその部下は元は敵、殺し合ってた人間だよ。そんな私らに頭下げてあんたのこと頼むのさ。いい仲間じゃないか。みんなは無事？まあなんとかね。いろいろあったんだろうけど、自分の責任を果たしにテートに向かって。そっか。あんたは一緒に行かなくていいの？俺のこと何か言ってた？特には言ってなかったね。でもあんたが死んだかもしれないって王子が不安そうだったから喝入れてやったよ。そうか、嫌われたわけじゃないのかな。仲間と旅を続けたいなら自分でちゃんと言いな。仲間でいていいのかな。
俺がいたらみんなに迷惑かけるかもしれない。もしみんなにとって迷惑だったら。さっきから聞いてりゃうじうじと。だったらどうする。人からどう思われるかが怖い。自分がどうしたいかわからない。そんなの死んでるのと同じだね。誰に何を言われようが関係ない。自分が信じるものくらい自分で決めな。明日私は新型を倒しに行く。あとは勝手にさせてもらうよ。受けてやる。
どうかこれからもノクティス様のことを支えてくださいますようお願いいたします。ノクトを支える、僕が、僕でいいの、一緒にいていいの。ノクトもみんなもそれを望んでくれている。そうだった、僕、そうだった、俺、行かなくちゃ。アラネア、俺も行く。ちゃんと決着をつけるよ。過去にそうしたいって自分で決めたんだ。足手まといなら置いてくよ。